ご視聴ありがとうございます。はい、A 賞ゲットできちゃいました。うん、やっぱり900円かつエキドナということで、まあ、動き鈍そうですね。で、多くのお店がまだ勝負には早い感じでした。うん、まあ、そんな中ですね、一軒半分ちょっと減った、まあ、残り30ちょいくらいですかね、A 賞2個のみで、まあ、B、C フィギュア全滅という、まあ、なかなか面白い状態のお店がありまして、うん、もうそこで行ってしまえと、うん、まあ、5回刻み作戦だったんですが、まあ、あるあるですよね。1個目で出ちゃいました。やめときゃよかったってなりますよね。うん、まあ、でも5回で出ましたからね、もう十分いい引きだと思います。今回もかなりラッキーでした。で、ちなみに内訳はチョコノッコが2つ、食器が2つと A 賞でした。うん、チョコノッコまず開けちゃいましょう。いきます。はい、うん、これは、あ、スバルくんですね。こんな感じ、かわいいスバルってなんかですよね。で、もう一つ開けましょう。ああ、これ、うん、多分あいつです。でかいです。はい、ああ、やっぱりオットーでした。うん、こいつ重いんですよね。まあ、でもスバルオットーっていう組み合わせなんかいいですね。はい、まあ、以上になります。ということでですね、まあ、今回のくじなんですが、本当にタイミングも運も良かったですね。合計13回で A 賞とラストワン賞ゲットできました。うん、まあ、ということで、通常版のエミリア、ラム、レム、エキドナの4体を揃えることができちゃいました。いやー、これはありがとうございます。嬉しいですね。はい、ということで、今回ですが、この A 賞を開けて、まあ、少しラストワン賞と比較してみて、で、せっかく通常版4体が綺麗に揃いましたので、これはですね、まあ、もともと飾る予定だったんですが、この奥にある棚にですね、まあ、飾って終わりにしたいと思います。はい、ということで、よかったらぜひ最後まで見ていてください。はい、では A 賞行ってみましょう。まずは軽くパッケージから見てみます。こんな感じです。うん、まあ、ラストワン賞と同じですよね。で、色がまあ違うくらいで、うん、大きさももちろん一緒です。はい、では開けていきます。で、前回ラストワン開封でコメントをいただけたんですが、もうこれ次のくじ決まってたんですね。4月発売ということで結構早いんですね。で、またアートスケールフィギュアとのことです。うん、やっぱり人気なんですかね。リゼロはいつもアートスケールになってきてますよね。はい、では中身ですが、うん、まあ、これもラストワンと、まあ、同じですよね。サクサクビニール取っていきます。首だけ怖いんですよね。よし、はい、 OK です。完成しました。うん、まあ、やっぱりこっちだなって感じですよね。はい、ではまず全体をいろんな角度から見ていきたいと思います。こんな感じです。で、まあ、やってますが、ラストワンと部分的に少し違うくらいですからね。うん、ほとんど造形は同じとなってます。はい、ではお次回してみるんですが、せっかくなので両方回しちゃいましょう。左が A 賞、右がラストワン賞です。で、まあ、ほんの一部を除いて、もうほとんどが同じ造形になってます。はい、では少し1カメからも見ていきたいと思います。で、今回の A 賞とラストワン賞の違いなんですが、2点のみですね。まず猫耳があるかないかと、で、表情といいますか、まあ、口の造形が違うだけってなります。で、どちらも笑った表情のフェイスなんですよね。
A 賞はまあ微笑む感じなんですが、ラストマン賞は結構口を開けてしっかり笑顔な感じになってます。でまあ猫耳ってどうなんですかね。前回もコメントでいただけたんですが、やっぱり普通の方がいいよねってなっちゃいますよね。エキドナに猫耳って見たことないので、個人的にはやっぱり A 賞の方が無難にいいなとは思っちゃう印象ですね。はい、では一応画像でも間違いの部分だけでも見ていこうと思います。まずはフェイス、こんな感じです。本当もう口の造形が違うだけですかね。他は全部一緒だと思います。で頭が猫耳はないので、普通の髪の毛頭になります。でやっぱりこっちも色の違いとか、造形の違いっていうのは全くないので、もう本当に顔と猫耳の違いだけですね。でスタイルですとか塗装も同じなので、若干ですね衣装のグラデーションの濃さが違うんですよ。でも多分これ個体差なんだと思います。でこちらを見ていただきたいんですが、髪の造形違いますよね。 A 賞は右サイドの髪が、肩あたりにあるんですが、ラストワン賞は前に来てるんですよ。でこれ公式画像を見ると A 賞もラストワン賞も同じ髪型なんですよね。ですので今回私の A 賞は少し変な髪の癖がついてるみたいです。レムの時もこんな感じの使用癖みたいなのもあったんですよね。もしかしたらこんな感じの方っていうのはいるかもしれないです。でも基本は同じ形みたいです。はい。でまああとは、やっぱり一番くじっていうこともあるので塗装は少し粗いと思います。今回3分の1スケールというかなり大きなフィギュアというか、バストになりますので、パーツ個々が大きいので塗りの粗さっていうのは、普通のフィギュアより目立ち気味だと思います。でもですね可愛さがそれを凌駕してくれると思います。でちなみにですね、もう私がこのキャラをなんだかわからないってなれば、ラストワンの方が好みかもしれないですね。笑顔の感じがすごい可愛いんですよ。何も知らずにどっちがいいってなればラストワン賞を選ぶかもしれないです。ただもちろんエキドナを知ってますので、それを考慮してしまうとやっぱり A 賞にはなってしまうんですが、ラストワン賞にはラストワン賞独特の可愛さがあるので、やっぱりこれどっちもいいなって思いますね。いやーやっぱりこのドール風フェイスっていうのは本当に可愛いんですよ。いやーこれ、ぜひとも今後ラインナップ増えていってほしいですね。はい、ではですね一旦ここでラストワン賞にはお別れしまして、他のキャラたちを開けていきたいと思います。はい、できました。こんな感じです。いやーこれだけ揃うと圧巻ですね。正直エミリア、ラム、レムの3体、それどころかラムレムだけでも満足できると言ってしまえばそれまでなんですが、やっぱりラインナップ増えるのはいいですね。いやー可愛いフィギュア4種類も我が家にやってきてくれました。はい、ではですねこれを飾って今回は終わりにしたいと思います。はい、といっても置くだけなのでもう押しちゃってこれで完成となります。はい、ということで以上になります。ちょっと配置はここになるかわからないんですけどね。隣ももうあと1体しか置けないので、2台に変更するとか可能性もあるんですが、今回の動画はもうこれで一旦終了とさせていただきます。はい、でですね私の今回のリゼロくじ動画っていうのはさすがにこれで終わりになります。で次がですねこれなんですけど、また4月にあるんですよね。一番くじリゼロから始める異世界生活、夢見る未来の物語だそうです。で A 賞がレムアートスケールフィギュアのウェディングバーで、ラストワン賞がエミリアアートスケールフィギュアラストワンバーだそうです。このラストワンバーっていうのはエミリアの猫耳とかなんですかね。でこのもうウェディングバーとかさすがにもういいかなっていう気はしてきてます。
あの他のキャラとかだったらさすがに引きたかったんですけどね。まあでもそうですね、ビジュアル公開されてからどうしようか決めたいと思います。はい、ではですね、今回はこれで終わりになります。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではですね、今回は一番くじリゼロ冬に舞い降りた少女たちの、私の完結編でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。